はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。本日よりですね、FFBE 幻影清掃、コラボですね、イベント第3章が来ております。3章、4章来てるのかな。早速やっていきましょうか。チョコボいきなり入るんじゃないの、これ仲間。クエクエだよな。みんな、こっちに黄色いモフモフがいたの、超かわいいの。チョコまで召喚されていたのか。チョコ、名前までかわいいの。泣かないけど。もともと穏やかな性格だからな、命令されない限り襲ってきたりすることはないはずだ。なあ、そのチョコ持っている俺たち先に見つけたんだ、返してくれよ。嫌なの、それが本当でも嘘でも私はモフモフキュートな、手放す気はないの。仕方ねえ、それならこのチョコボをかけて。チョコボってさ、クレヨンしんちゃんのお菓子じゃないの。M&M's みたいなスライムがさ、騒いでるけど。よし、行きなさい。行かそう。好きに行っちゃって。また遠くに配置されてんな。お、かわいい駆け足。 M&M's マジックベール。やべえ、あいつ追いつかないぞ。チョコボが駆け足で行ってくれるかな。あー、よかった。さすがトンムラさん。クソ卑怯なやつめ、覚えとけ。クイー、チョコボくすぐったいの。お、懐いたじゃん。どうやらモナに懐いたみたいな。同じこと言ってる。クイクイクイー。ふむふむ、わかった。それじゃあこの広い大地を思う存分駆け回るの。クイー。どんぐらい早いんだろう。地球1秒間に1秒間ってことないか。1時間で一周できるぐらいの速さなのかな。世界を一周できる速さ。聞いたー、チョコボさん。火山に向かっていた偵察隊から山頂付近に新種の魔物がいるという知らせじゃ。そやつの何まとう炎で周囲が高温になっており、なかなか近づけんらしい。モンという頼めるかの。分かった、急いで向かう。心当たりがある。なんか不死身なやつじゃない。助かるよ、道案内を頼む。ここにも魔物が住む町があるのか。住民たちがあっちの方に集まってるみたいなの。おい、お前たち手を貸してくれ。火山から魔物が、大量に転がってきたんだ。転がってきた。あれ、ああ、そうかそうかそうか、そうだ、こいつら忘れてた。グレネード、それからボム。ボムも仲間なんだね。何、ハーゴン様の一撃耐えれるか。で、自爆するからな。なのる。よーし、よしよし。やばいやばいやばい。このグレネードはさ、勇者スラリンガルと相性良くない？グレネード発射ってあるよね。いや、助かったぜ。最近火山の方からさっきの魔物がたくさん転がってきてな。その火山に今から行くの。なんとそうなのか。最近山の雰囲気がいつもと違うから、くれぐれも気をつけてな。
ラジャーなのチョコバレッツゴー、クエ。深く進むにつれて、魔物はいつもより凶暴になっている気がするね。ただでさえ熱くなっているので無駄な戦いは避けたいの。ヒャッハー、目に入ったやつは全倒してやれ、てめえら覚悟しやがれ。そんなキャラなの？案の定なの？ヒャッハーっていうの？ブラックドラゴン。お、溶岩魔人もいるぞ。なかなかどんな動きしてんだお前ら。前に進みたまえよ。ヒャッハウ、ヒャッハー、こっちだったな。ハーゴン様にふさわしいな、ヒャッハーは。みんな最深部に着いたよ。うわ、なんて暑さだ。あの姿フェニックスだ。暑すぎてこれ以上近づくと焦げちゃうの。くえー、僕も溶けちゃいそうだよ。あー、凄まじい熱気だ。てちゃん、短期生で臨もうぜ。おお、かっこいい。スキップなんかするやついないよな、このムービー見てね。まさかとは思うが、タクトミー、スキップはしねえよな。すべての敵を倒せて。なの、フェニックスの周りが熱いの。周囲にメラ属性の攻撃するみたいだね。近づくときは注意しよう。大丈夫、勇者連れてないからいいや。メラ耐性あるやつらばっかりなんじゃないこれ。しかも辺りを見回した。移動力上がる。いやー、暑いよ、暑いよ。あー、届かない、ハーゴン。よし、暑さが弱まったのはモンテッちゃんのお手柄なの。周囲の魔物の様子も落ち着いたみたいだね。一件落着かな。グレネードが町に被害を出していないか確認したらイブリ村に戻ろう。クエ、こんなに強い魔物たちを呼べるその首飾りすごすぎるの。確かに強力だ。だが使い方を誤れば今回の状況を招いてしまう。モナ、まさか欲しがってないよね。欲しがってなんかない。召喚者集めて最強のチームを作ろうかと全く考えてない。ポンと寝るときには気をつけてね。これで3章おしまいで4章です。行こう、早くボム仲間になってくれ。モントや召喚獣探しの進捗はどうじゃ。ああ、だいぶ倒したはずだ。だがまだバハムートを倒していない。バハムート、大きな翼を持つ漆黒の竜だ。もし街で暴れてもしたら人あまりもないだろうな。そうしただけで怖くなってきたの。早く倒さないといけない。さっきヒャッハー言ってた黒いやついたじゃん。あいつじゃないの、あれでよくね。
はい。まさかあの巨大な竜は？あれがバハムートだ。あっちに飛んでっちゃったの。急いで追いかけるの。うん、スラクトだけ置いとくわ。ぶつかったやつが悪いからな。スラクトだけ。あとのやつらはもう行こう。あ、向こうで合流しようだって。スラクトだけ置いていこうぜ。予想見しててあいつが悪い。モント、追いついたよ。バハムートはまだ先だ。すでに向こうの町の建造物が破壊され始めている。町のみんなに避難するよう猛ダッシュで伝えてくるの。頼む、間に合ってくれ。モラン、大丈夫？町のみんな避難させたけど、警備のキラーマシンがずっと追いかけてくるの。緊急事態を探知、侵入者排除システム起動、ターゲット逃走中。キラーマシンたちを止めないと。侵入者だな、侵入、新たな侵入者を、検知、殲滅開始。どこまで追ってくる以上、どうやらこれは倒すほかなさそうだ。急ぎ排除する。モントは全然動かないんだけど、その場でさ名乗るっておかしくない？普通は身代わりにもなってないじゃん。味方のそば行ってさ名乗るとかしてくんないと。AI の修正待ったなしだな。いや最後かボム。あれボム仲間なんの？よし、もう少しでバハムートに追いつきそうだ。幸いこの辺りはかなり開けている。バハムート戦うには絶好の場所だ。とんでもない力を感じるの。でもモントとてっちゃんならきっと勝てるの。行こうてっちゃん。来た来た来た。まさかスキップしないよな。このかっこいい演出を見ない手はないよな。
あ、結局ここで出てこないじゃん。近くで見ると恐ろしいの。モントの言う通りバハムートが暴れたひとまりもないね。あ、これ以上被害出る前に倒そう。さあ行くぞみんな。名乗る一番後方で名乗る。全てを見下ろしている。やべ、届かない。配置が悪すぎる。ギャン。あ、ギラダメなのか。やばい。翼を広げた。そんな悪いやつじゃないんじゃないか。ねえ、勝手に悪とな、悪に位置づけているけどなあ、モント。逆にモントが悪でさ、バハムートがいいやつでさ、倒してくれてありがとうなんて言われたらどうする。か、勝った、すごい、2人ともすごいよ。終わったのか。名乗るしかしてなかったけどな。リオニスモントだ俺は。はあ、一気に疲れが来たよ。ずっと緊張してたから眠りもないや。ただ壊された町の修復をしないと。落ち着いたらさっきの町に向かおう。え、町を救った英雄としておもてなしされるかもしれないの。いや、もともと僕が持ち込んだ災いだ。たたえなんて理由なんて一つもない。それに見張りのキラーマシンたくさん受けなくしちゃったからね。そういえばそうだった。ターゲット捕捉、殲滅開始。まだいた。そうか、違うあれだね、クエストだね、仲間になるやつは。まあいいでしょう。ここだね、多分ね。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。